南康弘は大韓民国、京昌南道ウルサン市出身のサッカー選手である。ポジションは攻撃的 MF、FW 一得点という平凡な成績に終わった。ナオジドンヨンは4試合出場無得点、キムヨンシクは7試合出場一得点という成績であった。2009年1月にバランシエンヌ FC とアマチュア契約を結び、5月にはプロ契約を勝ち取った。 入団会見は、テヒの誕生日である7月3日に行った。8月8日に行われたリーグアン開幕戦の AS、ナンシー戦にて66分から途中出場を果たした。これは、韓国人のサッカー選手史上最年少で欧州リーグの舞台にデビューしたことになる。2011年2月9日に、トラブゾーンで行われるトルコ代表との親善試合に、初招集。 そしてこの試合で先発出場を果たし、後半24分までプレーした。2011年12月26日、カタールスターズリーグのレフーや SC に移籍することが発表された。カタール移籍後はレギュラーを掴んでおり、得点を量産している。2014年2月5日に行われたアルガラファとの試合でゴールを決め5試合連続ゴールを決める異業を成し遂げた。 2019年2月7日、アルサットへ移籍。2021年7月3日、2年間在籍したアルサットを退団。7月9日、アルドファイル SC に復帰。なお、代表には U-13、U-15、U-17、U-20 と選ばれている。憧れている選手は、牧地性、リオネルメッシである。クラブ、ありがとうございます。